お休みになられましたか、ご主人様。お返事いただかなくて構いません。私が話したいだけなのです。二つは同じ、そう、本質としては似たものなのです。認めたくはなくて、認められなくて、ついぞ口にはしていませんでしたが、あなた様にだけは伝えます。あれも私も同じくして人間にあだなすものなればこそ力ずくで支配するという気持ちもわからないでもないのです。同じ怪物として。けれどそれなら初めから心を持たない方が楽でございましょうに。ご主人様。ありがとうございます。おやすみなさいませ、ご主人様。ご主人様、もうお休みですよね。そうでしたら、今夜は特に。いえ、別に室温はいつも通りなわけですが、特に冷えますし、こういうことをしても。よいしょ、えいや。怒ったりなさいませんよね。起きてませんよね。じゃあこういうことまでしちゃいますよ。お許しください、ご主人様。私、その、ストレス。
発散したいな、と思って。これはこれは、お布団にスルッと忍び込んだ私もあれですが、一芝居を打つご主人様も同罪ですね。っていうか、狐の前で狸寝入りとか、もう殺し合うしかない、みたいな。同じアニモーなら、言葉は不要、と言いますか。弱肉強食こそ野生の掟。しとねについたのが運の尽き。一夜の悪夢と観念をば。ではでは。時にご主人様、お気づきですか？あなた様が目覚めてからというもの、私たちはやれ制圧、やれ侵略ばかりで、ついぞデートの一つを楽しむこともありませんでした。ええ、これはまさに私の大失態。国の版図を広げんとするばかりで、最も重要視すべき事柄に目を留めさえせず、私は。実に愚かなサーバントでした。セラフ全土をこの手にせずとも、真のレガリアを得ずとも、多少はかなったでしょうに。申し訳ありません、ご主人様。このような時とはいえ。こんな即席のデートコースでお茶を濁すことになろうとは。おお、隙あらば炸裂するこの池玉力。玉も感動で、ついめまいがよよよ。えい。ですので、どさくさに紛れてご主人様と腕など組んでみるのでした。ほんと、なんて愚かだったのでしょう。初めからもっともっとこうしておくべきだったのに。いえいえ、そのような反省は犬神にでも食わせておくもの。金色夜叉の下りなど十分でございます。新緑の恋人のように寄り添い進みましょう。
円熟の夫婦のように連れ合い参りましょう。いざ敵本拠未明領域。わずかな童貞ではありますけど、こうやって触れ合えて私はとても嬉しいです。ああ、未明領域までの距離ですか？それはもう近い遠いという話ではございません。強いて言えば近いでしょうか。要は移動のためのポータルをどこに設置するかの問題です。まさかマイルームに設置してしまっては、いざ逆に用いられた場合に愛の巣がたちまち破壊されかねませんし、私たちが離れれば同じことやもしれません。破壊の軍勢がいつこの千年橋に押し寄せるか分かったものではない。ですが可能性はなるべく残しておきたいです。無事にあそこへ戻る可能性、手に手を取って帰る可能性。ですから、ええ、ここまで離れればもう構いません。いざ陰の気脈の果てをここに。我ら行く先は崑崙ならずや陰の陰、影の影。金色の陽光を弾く水面のごとくして、映し込み、入り込み、落とし込むは完全未明の陰。世持つ平坂のごとくして、彼岸の果てへ。向かうは根の国ならず、星の雫にうがたれし、月の影。ご主人様、ここに月の黄泉へとつながる門を開きました。これより先こそ破壊の軍勢の本拠。許しがたきは英霊アルテラ、破壊だ滅亡だとのたまう輩を今こそ退治してしまいましょう。いざ快活に、大逆転の始まりです。とその前に、しばらくしばらく、命の選択としゃれ込もうではありませんか。正真正銘の大決戦の前なれば、心も体も全開にしておきませんと。正直に申し上げまして、敵は大敵。今はなき月の聖杯戦争の歴史をひも解いても最強の部類ではないかと。はい、
私も覚悟を決めてますとも。みこっと勝って勝利の宴と参りましょう。六畳一間でも構いません。ささやかでも二人でいれば何よりの華やぎ。中天の日よりも眩しき愛の巣ですから。どうでしょう。特にアルテラは世界に対して特攻を持っているようですし、となれば。世界の具現にして概念たる神霊にも当然のように有利ではあるのでしょう。ですが確かに、太陽の神霊ならば。地球あっての神霊か、なわけですが、それでも地球の外、空に属する大異例、優勢に格負けはしておりません。でも、その、なんというか、そもそも、あれになってしまった私は、もう、私という存在ではありません。あなたのサーヴァントでさえなくなってしまう。それは、嫌です。私は。ありがとうございます。いうわけで、いつぞや尻切れトンボで終わった膝枕タイム開始です。おとなしくしていてくださいましね。このまま眠ってしまっても構いませんので、むしろ睡魔の誘いに耐えられようか、たまものここは寝心地抜群なのですから。まさに低反発巫女枕、略してテミマ。もうこれは私の第二宝具と言ってもよいかと。おぐし、溶かさせていただきますね。滑って後ろ首をクワッと強襲。ご主人様、今何か不穏な感想を漏らしました。しかも、ただの膝枕ではございません。さらにこう。はーい、頭固定しますね。ニュッ。しからば、いざ尋常にお耳を拝借。いえ、内緒話ではなくて。
電脳体で耳かきって意味があるのかなと思っているうちは三流です。疑似漁師とはまさしく工事の肉体。三次元の肉体で気持ちいいことはこちらでも気持ちのいいことなのですから。都合がいいですか。都合がいいですね。でもまあそういうものなので観念してご奉仕を受けてくださいな。膝枕の上に優しくホールドしてからのカップルのみに許された幸せ耳かき。うん、勝った。何かに勝った。これぞ妻の妙理に尽きるというもの。本当にありがとうございますご主人様。いいえ、こちらこそ。嬉しいのは私の方ですから。夢だったんですもの、こういうの。それに、今更ですが、これまでのこともありがとうございます。私のわがままを全部聞き届けてくださって、感謝の念に堪えません。ですのでどうか今ぐらいは大前と。やって当然だ、玉もくんぐらいのお言葉でも私は構わないのですよ。キャスターか。すでに制圧したセクターのいくつかへ敵勢力が押し寄せている。複数セクターへの同時攻撃、うまい手だ。敵ながら見事と言える。防戦ではおよそ勝ち目はないだろう。打って出る他にあるまい。するとはこういうことだ。ゲートオブバビロン。ひとっ飛びです。華麗に決め。
セクター間を超える強力な遠隔攻撃か、気の短いサーヴァントと見える。このまま放っておけばこちらの負けだ。まずはあのサーヴァントを叩け。機密よ、集え。言われなくてもそのつもりです。天気雨とかいい思い出ありませんし。私輝いてます。舞い上がっていただきます。味方が攻められているようですね。しばらくしばらく味方の被害は拡大中。いかがしますマスター。はっはっはっ、コッパども、吹き飛びや。舞い上がっていただきます。あと少しで敵軍のレジムマトリクスが完成してしまいます。お急ぎを。こちらに来ましたか。ではこの鎖でお相手しましょう。ではでは、天罰敵面。よく燃えますね。間に合いましたねマスター。これでもう安心かと。救援成功ですか。手間が省けて助かります。500体撃破とは。少しだけ見直しました。想像以上です。今必殺の一夫多妻巨星拳。風向きが怪しくなってまいりました。うん、救援行っときます。しばらくしばらく味方の被害が拡大中。いかがしますマスター。はっ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 、ブブ抜け。おりゃあ。秘密よ、集え。自軍が次々に消し飛んでいる。ギルガメッシュを止めろ。間に合いましたねマスター。これでもう安心かと。新王は間に合った。王に歯向かう不敬者がここまで多いとはな。新王は間に合ったか。さすがだな。勝とうが負けようが構わないのですが、こうなっては勝つしかありませんね。これはまた物好きな神霊よな。何を企んでいる狐。決まっています。ご主人様の妻になること以外ありません。ではでは、天罰敵面。よく燃えますね。食い下がるではないか。いいぞ、八つ咲きにしてくれる。受け切れますか。はっはっはっは、出戻り。受け切れますか。少しばかり猶予をやろう。一時の命ありがたく思えよ。急ぎましょうご主人様。我が陣営、風船の灯火です。助かりました。次はもう少し早く来ていただければ言うことなしですが。急ぎましょうご主人様。我が陣営、風船の灯火です。戦隊撃破とは。あ、いえ失礼、思わず見とれてしまうとは。私輝いてます。うん、味方が攻められているようですね。ではでは、天罰敵面。
よっぷらんと発見で、私あれ大嫌いです。一個当選やっちゃいます。えいっと、はっ、ヒガンバナ大作会。よく燃えますね。えい、手間を取らせおってもはや楽にはすまると思え。味方が攻められているようですね。敵の戦力は大きく減じられた。この調子で彼らの戦力を削っていこう。一夫多妻巨星剣、おりゃ制圧完了。この調子で徹底的にぶっ潰します。制圧できましたね、キャスター。その調子で変に遊ばないように。ノンストップです。刺激、拷問、踏みにじり、最高ね。ここで会ったが100年目よ、キャスター。今までの恨み倍にして返してやるわ。はあ、エリザベートさんですか。見逃してあげますから帰ってくださいます。ヒガンバナ大作会。よ、生意気にも強いじゃない。でもどこまで続くかしら。吹き飛び、頭痛い、目障りなのよ。早く死んでちょうだい。まだまだこの程度じゃ。秘密よ、集え制裁力。うっそ、絶対に認めないんだから。風向きが怪しくなってまいりました。うん、救援行っときます。敵サーヴァントが引いた。このまま残った敵も蹴散らそう。お覚悟。はっ、コッパども、吹き飛びや。風向きが怪しくなってまいりました。うん、救援行っときます。ちゃん大勝利。この領土が明日の贅沢になるのです。ノンストップです。一個通せ。これはどうだ。ヒガンバナ大作会。よ、なんだ、野生犬にも牙はあったか。食い下がるではないか。いいぞ、八つ咲きにしてくれる。パチッときました。はっ、無駄です。吹き飛びやがれ。はっ、吹き、はっ、はっ、味方がピンチです。ご主人様、面倒ですが、たっ、いっちゃうぞ。もう味方がピンチです。ご主人様、面倒ですが助けに行きましょう。おのれ、この程度の雑種にここまで失態を晒すとは。うん、こんなところか。手間をかけさせおって。愉快愉快。王の前だ、勇姿を示すがいい。いや、はっ、氷漬けですね。えっ、
凍えよ。これでしまいといたしましょう。新王は間に合ったか。さすがだな目覚まし。遊びすぎたか。飽きた。俺は下がるぞ。イガンバナ大作会。よく燃えますね。ポータルの出現を確認した。アルテラの元へとつながっているはずだ。さあポータルへ向かうがいい。ようやく親玉のお出ましというわけですね。ご主人様参りましょう。イガンバナ大作会。よくなんだ。国を滅ぼす魔獣と聞いたが気は良い遠征であった。さすがは覇王、見る目がある。ちと惜しいが貴様は危険すぎるゆえな。お覚悟。しくじったわ。我が波動ここについえるか。防衛大成功。さすがですご主人様。新王は間に合ったか。さすがだな。見事達成だな。舞い上がっていただきます。着実な一歩だ。これでいくらか戦況は好転する。もはや止まりませんね。どこまで行くのか見届けるとしましょう。レバンタナ任せてもらおう。打ち砕け閃光のように。暗礁と侮ったの。話し合いはできないようだな。制圧完了だ。進もう。ブラフマーストラ、クンダーラ。ボンテンよ、これが答えだ。真の英雄は目で殺す。領土が増えたな。プラントがいる。倒そう。
話し合いはできないようだな。砕け散る時だ。行くぜ。残照と侮った。打ち砕け、閃光のように。ふっふっはっふっふっはっせっ。味方が襲われている。向かうとしよう。領土が増えたな。さあ、勝因とすればまず何とやらだ。プラントを落とすぞ。ふっふっふっはっふっ。砕け散る時だ。行くぜ。日没には早かろう。はっ、てっ、てっ、はっ、大旋回。ふっ、てっ、はっ、ふっ、はっ、ふっ、ふっ、ふっ、真の英雄は目で殺す。見事やるな。聞いたぞ。行くぞ。日没には早かろう。もはや止まりませんね。どこまで行くのか見届けるとしましょう。制圧完了だ。制圧できましたね。その調子でお願いします。全ての領土を制圧した。他に仕事はあるか、マスター？進もう。さあ、善は急げだ。はっふ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 っせーっふっはっふっふっはっふっふっふっはっ。梵天よ、これが答えだ。話し合いはできないようだな。持ち直したな。ここはもう問題なかろう。救援成功ですか。手間が省けて助かります。全ての領土を制圧した。他に仕事はあるか、マスター？はっ。
進もう。はっ、さあ。頃合いだ、好きにしろキャスター。ご指名ありがとうございます。退け、私は不要な剣を振るいたくはない。お前たちをたやすくこの腕と剣は破壊してしまう。それを知るからこそ私は。今さら何をのたまうか。破壊の大王と呼ばれた者がためらいなどと、肩腹どころか胸に穴が開こうというもの。貴様はざれ言ばかり口にする。そのあり方はいかなる醜さか。戦いのための力をかようなまでに備えていながら、琴影を通じて教頭の呼びかけ、果ては自ら赴いての降伏勧告とは。凄まじき力という無敵の矛と、戦いを忌避する無形の盾、お前のようなあり方を人は矛盾と笑おうぞ。お前に言われるまでもない。私は何かを間違えている。だが、それはお前には関係のない事柄だ。少なくとも私より弱者であるお前には。キャスター、レガリアをここへ。そうすれば私は私にできる限りお前たちを守ると約束しよう。言語道断。その物言い、その眼差し、その思い、ようやく私も理解した、確信した。故にこそ許すまじ。私の指に輝くレガリア、焦がれるほどに求め与えられた私の証。決してお前ごときに渡してなるものですか。
いいえ、ご主人様。ごめんなさい。あれは、ダメです。ダメなのです。あれは、女です。どうしようもないくらい。そして、私も女なのです。ですから、私は何一つ奪わせはしないし、破壊させもしない。お前に何もくれてやるものはない。いや、それは決してお前一人の所有物ではない。お黙り。一個当選やっちゃいます。えへい、はっ、とくん、とくん、はっ、とくとう、はっ、いがんばな大作会。よっ、それはお前一人の所有物ではない。奪わせません、ご主人様。奪わせません。何一つ、ただ一つ、これ以上も、これ以下も。再開する。神霊に連なる者、キャスターよ、貴様が相手であれば私も容赦はしない。さかしいぞ、キャスター。倒すのなら一撃で倒せ。ここまでやるとは。かくなればマルスとの接続準備を。破壊されるのか。私もこんな小さな英霊に倒されるなんて。しかし、まだまだ長い夢だったな。ここまでか。いい戦いだった。人の2倍働いたな、マスター。戦いは始まったばかりだ。俺と話している暇はあるまい。知恵と勇気、あまねく怪物なる者は人の英知に敗れ去る者。あなたとて例外ではありません、アルテラ。何の空よりおりし怪物風情。過去のあれなど何かの間違い。太陽の化身のその分け身、天仙古仙の私が王権を得た今は。いいや、違う。私は怪物ですらない。私たちは文明の迎える滅びそのものだ。お前たちでは
私たちに勝てない。お前たちでは私たちを殺せない。フレアエフェクト、マルスとの接続開始。発射まで2秒。軍神よ、我を呪え。空うがつは涙の星。ティアドロップフォトンレイ。許せ、サーヴァントでは私を倒せない。人の思いが私たちに抗うことはできないのだから。命は奪いたくはない。私はその意味をまだ知らない。だが破壊する、私の前に立つならば。何のしばらくこの程度。馬事東風にぬかに釘、大山明道お狐遊山ってなもんです。甘いわ半端者が。光の柱、何故に一つのみしか放たぬか。軍神とやらの力、そのすべてを費やさぬか。見えるぞ女、見透かせる。レガリアが砕け散るのを恐れましたね。滑稽滑稽、甘い甘い、甘すぎです。どこに。出雲に神あり、これ自在にしてみそぎの証、神宝羽化の鏡なり。水天日光、天照らす矢の雫石。遅い。あっ、実のとこ一か八かだったんですけど、ありがとうございますご主人様。もう一人の私をあなたが操って戦ってくださったからこそ機会を得られました。私一人では到底彼女には届きませんでした。お前たちの策に私は敗れたのか。溢れる星の光でさえない、ただの知恵が私を倒すのか。キャスター、その通りです。ほうき星より来たるもの、優勢の使者よ。
弱き者が強き者を打倒する、知恵と勇気を振り絞り届かぬ頂を乗り越えるのが人の業。それを私はせいぜい真似てみただけのこと。地上にて人のあがきを私に教えた者どもと、ここにて人の光を私に見せた我が主、それらがお前を倒した者の本質です。あなたもかつてそれを目にしたのでしょう。やはりか、キャスター。いや、賜物前私の過去を知って。私のマスター、いけない、指輪から出てはお前を破壊から守れなく。守れないわよ、あんたは何一つも。守れるはずがないじゃない。だってあなたにできるのは壊すことだけ。弱々しい乙女の振りなんてやめなさいよ。冗談のつもりでも笑えないし、女が下がるわよって。ああ、そっか、あなたはそうよね。厳密には、うん、女でさえないわ。エリザベート、何の用です？ごきげんよう、ひとりぼっちの帝国の女王陛下。レガリアを使った英霊退治見せてもらったわ。ひ弱な霊格のままなのは相変わらずだけど。ああ、むやみやたらに動かないでね。あなたが野蛮にも仕掛けてきたら、あたし反射的にそっちの小豚をまず殺すから。さて、いい加減目を覚ましなさい、アルテラ。英霊でもない、半英雄でもないあなたが人間の真似だなんて似合いっこないんだから。滑稽どころか哀れだわ。というか、これですっきりしたでしょ。外で活動する分身をなんでわざわざサーヴァントにしたのかは聞かないわ。どうでもいいし。でも負けたんだから遊びはおしまい。本気の、いえ、本来の姿を見せる時よ。ね、優勢の化身、白き巨人セファールさん。
私は誰も何も殺したくない。十分だ。もう何一つこの手で砕きたくない。ご主人様、いけます。こちらに。自分の本性に気づけないっていうのは哀れよね。わかるわ、その気持ち。とっても。自分の SG は自分じゃわからない。本当に嘘よ嘘。わかってるんでしょ、アルテラ。私は優しいから救ってあげる。悩むことなんてない。嘆くことなんてないの。だってあんたは最初から悩みも嘆きもしない、よそからの獣なんだから。バッドテイスト。素敵じゃない、寒いじゃない、大きいじゃない。これでまだ初期状態なんてたぎってくるわ。壊せば壊すほど肥大化していくなら最後はどこまで育つのかしらね。さあ壊し尽くしなさい。あなたにはそれが許されている。いいえ、それだけが、破壊だけがあんたの存在を証明する。壊せ壊せ、全部壊しちゃいなさい。聞きます、ご主人様。
負荷に耐えてくださいません。よし、アルテラ。